皆さんこんにちは、ツッコミコートです。今日はね、今日はツッコミファミリー増えました。一匹増えました。今日ペット届きました。ペットが来ました。いやー、今の時代はペットも単なる輸送できるというのがすごいし、そして今日のペットは何でしょう。ワンちゃんかな、猫かな、ゾウかな、キリンかな、クジラかな、なんでしょうね。気になるよね、今日のペット。近いか、ごめんなさい。まあ今日のペットは箱で来ました。これです。これペットが来た。嬉しいよね、仲間が増えたね。まあこの中息苦しいと思うんだから、早く開けて名前つけようぜ。来た来た、いい新しい友達、新しい友達。おお、かっこいい。お、かっこいい。お、魚でした。やった、魚欲しかった、ペット。いやー、このアパート、ペット本当は禁止なんだけど、多分魚だったら許される。トトさんが来た。かっこいいトトさんやな。マクロサメみたい、本当に。おお、何これ、え、電子、こんなに小さいやつでいいの、魚って。魚のリモコン、ほら、あ、これで魚引き寄せるような、何か発信してるような、なんか魚のおもちゃ、多分これで遊ぶ。こうやってフイフイフイ。いやー、マジで名前どうしよう、名前を。おお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 お、下かっこいい。え、これこうやってつけるか、こうやってつけるのか。おお、よっしゃ、魚の説明書。ていうかさ、海の中に生きてる魚たちさ、なんか別に一匹ずつ説明書とかついてないでしょ。どうやって生きていくよ。まあ分かる。お、来た来た。充電して、あ、電池はリモコンの電池だった。こんな小さな電池で動くわけないだろうと思ってたんだけど、そうですね。お、トトさん起きて。大丈夫かな。お、動いてる。おいで、おいで、パパのとこにおいで。あー、かわいい、あー、かわいい、あー、かわいい。お、吸い込まないで、あれあれ、ゴミじゃない。もうちょっとトレーニングが必要だな、こいつ。あ、待って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 、危なかった。これで前見なかったか、魚。で、これ家でしょ。家どうする。お、スマホでできる。あ、自動的に家に帰るか。これが家なんだけど、ちょっと寂しいからね、ちゃんとした家作ってあげたいよね。パパいるよ。父さんのとこに来て。父さんがいるよ。そうそうそう、こっちこっち。そっちじゃない。言うこと聞いてくれない。じゃあこいつの家作りましょう。
ハウスだよ。わかるかな。ハウスだって。よいしょ。お。今パパって言った。今パパって言った。ちょっと待って、もう一回もう一回。みんなのために。わあああああ。ほらパパって。パパって。パパだよ。これパパだよ。なかなか喋れるとはな。想定外でした。で、ここにハウス。ああ、そこそこダメ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 。悪い子。ダメだよ。こんなのダメだよ。で、ここにハウスがあって、多分押せば家に戻ってくれるはず。手伝ってあげる。ここだよ。ここだよ。パペットが苦手やな、お前。ハウス。はい、おやすみ。お、今おやすみって言った。まあ皆さん、これは今日の動画でした。ペットができて結構嬉しいです。そして名前はまだつけてないから、コメント欄でちょっと名前、どんな名前にすればいいかちょっと書いてください。名前どうしような。魚はどんな名前つける。そしてなんかね、ペット飼っちゃってゴールド結構贅沢してると思ってる人いるんですけど、これ買ってもらったんだからね。買ってもらったんで、はい、次のスーパーチャットもよろしくお願いします。じゃあね。え、なんだって、ツッコミゴールドみたいなかっこいい人になりたいの？それなら一つの方法だけあるよ。ツッコミグッズを買うことですよ。今日から3ヶ月間このデザインを販売してますよ。そしてこのサイトでゴールドの文字だけ使って自分のデザインもできるし、みんなちょっと試してみてください。9月の終わりに販売終了となるんで、みんな急いできてね。まあ3ヶ月間もあるから、ゴールドの新しいのデザインを見てきてね。